いや、チーム強かった、ありがとう。めっちゃオーダーだよんだけど、いやー結果的に良かったな、あのオーダーで。ほんまに俺言ってたらリリーやったな、危なかった。かなり悩んだね。なんならオーダーを、まあ、エイタもそうやし、立川とかもちょっと第三者目線で見てもらって結構オーダー相談してたんですけど、まあ多分グッパチ的には絶対に勝ってほしいっていうのがあったから、多分俺が言ってたら結構キャラ的にねワンチャンやばかったんで、チュンリーかぶせ用のリリーやと思うんですよ。キチッパーさんって同じチームに多分 MOV さんがいて、でチュンリー対策とかそこで直接聞けると思うんですよね。ちなみに全く減らってないんで、あの減らってたらおかしいんで今日めちゃめちゃ喜んだ。てかドグラが勝った瞬間一番来たね、グッと来たね。フェンリッチあのめっちゃ切れながらやってておもろかった。とっさにリリー来たから、なんかあったら俺ちょっと調べるわって言って この画面なんですよ、ね、このまんまよ。いや何確定するとか結構いろいろあって、でもアドバイスしすぎてもあかんから、もうとりあえずあの攻めようって言った。守りに入るとわからんくて負けるんで、もうとにかく攻めてって言ったら、攻めるわ対空出るわで勝負強えなと思った。さすがやわドグラさん。いや、 やっぱもう思ったわ、チュンリーっていうキャラクターもまあかなり守りなキャラなんですけど、やっぱねちょっと攻めんとあかん大会は。ほんまに攻めるわ頑張って。結構かつてないぐらいみんな緊張してたと思う。みんな口数ちょっと少なかった。俺ちょっとメガネこれつけ忘れてなんかちょっとやってんけど、ちょっとネタみたいになっちゃったな。ドグラの顔なんだ。いや俺これもう映らんと思ってさ、あよしもう終わったわって言ってメガネちょっとはつけようと思ったら映っててハハってなった。でまあ一応ドグラキチパでこれびっくりしたな。いや結構ドグラの顔もそれ怖まるわ。僕たちのオーダーの読みは出るのは確定はカズノコフェンリッチやったんですよ。で俺とドグラどっちが出るかっていう話ですごい悩んでて、最後けど最終的にやっぱ読み切ってました。勝率いい方の方がいいんじゃないかってカジュが言って、ドグラはいやそういうのよりはキャラとかでいける方がいいんじゃないかっていうどっちの意見はあったんですよ。で最終的にドグラが51が行きたいかどうかで決めてくれって言われてて、俺は行きたかったんですけど、でもチーム的にも考えたり第三者で見てもいや俺より他あのドグラやろって思ったんでドグラにしました。いや俺結構リリーはあのチュンリーでめっちゃ苦手なキャラなんですよ。だから、まあ、できれば出たくなかったって感じですね。しかも上もしっかり出てるんですよね。昇竜キャラって多分今までそんな馬差し返しでこれやってるしね。昇竜キャラって多分そんな使ってなかったと思うんですけど、キチパ自体が。キチパ君やばいよね、これ。まあ、正直ね、リリーって初めの評価は最弱って感じだったけど、正直今結構上がってきてるから評価。誰かサブで使うんじゃないかな、ワンチャン。評価高いって言っても、でも、まあ、最強の1個下ぐらいですね、言うて。まあ、ホンダとかよりは強いかなって思いますわ。いやー、この辺もういったかなと思ったんですけどね、このバックジャンプもうますぎだろ。いや、もうこの辺もドグラがゲームうまいですね、ただただ。ポン。いや、これ確認したのすごいわ、マジで。早い。あ、この辺、フェンリッチ、あの、まず食らったやろ。フェンリッチ、おっていう感じだった。まずはこの辺はね。いや、ちゃう、もう俺、フェンリッチとやって、9.5 割ぐらいアムネジア食らってさ、そんなフェンリッチがアムネジアでいけるって、お前切れるなやってなったけどな。なんでお前が切れんねん。おかしいやろ。うまい。だからこれアクアさんかなり止めんのうまかったな。で逆に今回フェンリッチあんま打たなかったんですよね、アムネジア。で、こう打ってる。ムカついてるフェンリッチ。いや、これなぁ、バードしたらアウトやからなぁ。って思ったらこれよ。うわぁ飛んだ。ちょ、フェンリッチの嬉しそうな表情見て。シャーって言ってるよ、これは。あのフェンリッチが嬉しそうにしてる。いいことや。ドラゴンボールファイターズで世界大会優勝した時もスッてこうヘッドホンを取ったあのフェンリッチが一本取ってこんなに喜ぶってめっちゃいいよね。
これやばかった。ほんまに声出た。これはよくやったなって言ったら、いやもうあれは祭壇なんで JP あれしかないっすって言って、いやあれしかなくないやろと思った選べんの いないよあんま、ね、むしろヘンリッチぐらいかもしらんよっていうぐらいやったからね。いやこれミスったくさいな。これっすよ。この体力って下のゲージ見てもギリ倒しきれるかどうかなんですよ。展開早すぎません？これもうここで切るんですよ。これやばかったマジで。早すぎる展開の切り方。これ声出たわ。早い展開の速さ。開幕これ打ってきてんな。いやカジも言ってたわ、多分2先やったら負けてたかもって。1試合目の流れがかなり悪かったから 2先やったら結構流れで負けてたかもしれんけど、3先でよかったって言ってた。いやこれ あると思った。本日は大勢ありがとうございました。ありがとうございました。土俵で会おうって言ってどっちも出なかったよ草これ負けたのがね、いやちょっと流れ悪いかなって思ったな。久保さんが大将の可能性あるんじゃないかっていうので、結構カノノコさんが本田嫌やなとは言ってましたね。なんだ俺のちょっと本田ともカジュでやったんですけど、いや本田戦疲れる嫌だって言ってたでルークと本田やらなくていいっすかって言ったら、いやもうチュニーです、チュニーとやりましょうって言って、えチュニーいないっすよって言って、いやチュニーとやりましょうって言ってチュニーとやってたなんでってやったいやこの試合ここ取るかどうか結構でかかったけど、これもよう止めたよな。ラッシュだいぶ通されてるっていうの分かってたから、かなりラッシュここでいきなり見たんやろな。この辺の読み合いの回し方よね。いいよカズノコさんってぐらいガンガンいってますね。しかしこの中足もすごいよな。しっかり重ねるしね。ここ投げに行きたい場面やもんな。そうこの垂直マジでうまい、すごいなって思った。ちなみにそう、あの、カズノコさんはずっと大将フェンリッチ推しやった。いやー、俺絶対フェンリッチの方がいいと思うんだけどね。って3時間ぐらい言ってた。ほんまに3時間ぐらい言ってた。で、俺とドグラが、いや、今回はカジュスっつって。で、カズノコさんも、わかったっつって、言ってくれた。行った後も、ちょっとしてから、いやー、でもやっぱり俺、やっぱりフェンリッチだと思うんだけどなって言ってた。決まった後も。カズノコさんそんな自信ない系の人かなと思って、でもこのプレイ見てなんで自信ないのって思うねんけどでドグラが、いやマジこのチーム一番の弱点全員自信ないところやなっつってって言ってた。素晴らしい。クリアさん次の試合ノープレッシャーだから勝ってほしいわ。いや俺はプレッシャーを感じている。俺がここで勝たないとやっぱ岸田は弱いっていうプレッシャーを感じている